皆さんこんにちは。インタビュアーの了解翔太でございます。本日はですね、全国で今活躍されている親子セラピストの長男花子さんにお越しいただきまして、この度ですね、ワニブックスさんから初出版ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらなんですけれども、子供はママのちっちゃな神様ということで出版おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、こちらの、はい、本のですね、独占インタビューということで今お届けしているわけなんですけれども、まだ花子さんご存知でない方も、ね、いらっしゃると思いますので、簡単にご紹介させていただきますと、今全国でですね、親子カウンセリングというのが、2500組以上で、講座とかワークショップを、全国各地でやられておりまして、総動員数が2000組ということで、はい、すごいね、今最も注目される親子セラピストの方なんですけれども、はい、今回ね、この子供はママのちっちゃな神様、すごくキャッチーな、ね、面白いタイトルだなと思ったんですが、ね、これはね、どういうことなのかなと思ってですね、僕もちょっと読ませていただいたんですけれども、長男さんもご自身がお産みになられて、お子様がひかりちゃんというね、お子様いらっしゃると思うんですけど、ひかりちゃんを育てていく中で気づいた、見えてきたもの、気づきだったり、そういったものをこの本にまとめられていると思うんですが、もともとは、なんて言うんでしょう、この本を書きたいと思ったきっかけとかっていうのあったんですか？その活動されているきっかけも含めてなんですけれども、今のご活動の。私親子セッションっていうのをやっていて、多くのお母さんたちが、子育て中にイライラしちゃうとか、あとは自分がすごく思った通りにいかないことがあって、それを旦那さんに当ててしまったりとか、あと自分のお母さんとの関係があんまりこうしっくりきてない方っていうのはすごく多いんですけれども、やっぱりそういうものがずっと受け継がれてるっていうことに気づいたんですよね。例えば自分の問題だと思ってたけれども、実はそれが自分の幼少期からの問題で、お母さんに対しての思いだったりで、それを嫌だと思っていながらも自分の子供に同じように子育てをしてしまって、その連鎖がなかなかこう皆さん気づかないうちにやってしまってるんですよね。ずっと引き継がれて、そうなんですよ。自分が教わった通りのこの愛情表現とかを自分が子供が生まれて同じようにしてしまったり、同じことの繰り返しというか。そうなんですよね、はい、もう無意識のレベルでそれをやってしまうんですけれども、なんかそういうところを皆さんも気づいてきていて、じゃあどうすれば子供に本当にこう自分が生まれてきてよかったとか、自分を生きていこうっていう風なもの、未来を 手渡していけるかっていうことを、やっぱり皆さん必死で考えてらっしゃるんですよね。やはりそのご自身の長男さんご自身も、お子様 その教育というか、通じてですね、そういったものに気づいていったということなんですよね。そうですね、私の場合は、特にこんな子になってほしいっていうのはないんですけれども、彼女は光っていう名前なんですけれども、それがこう神様と約束してきた名前だっていうふうに言ってくれたことが2歳ぐらいの時にポツポツ言ってくれたんですけれども、2歳の時に。そうなんです。まだこうたどたどしいながらも必死でこう伝えてくれてる姿があったんですけれども、なんかその迷子のね、人がいっぱいいるから助けに来たよっていうふうに言ってくれたんですよね。でまさに私が迷子だったんですよね。もう何に関してもすぐに迷子になってしまって、人間関係から仕事からパートナーシップからですぐ自分を責める癖がすごくあったんですけれども、それをひかりちゃんご自身が教えてくれたというか。そうですね、本書にも紹介されてるんですけど、体内記憶があるということでね、小さい時からママを見つけてやってきたんだよっていうことをね、今書かれてたんですけども、今最近はですね、やっぱりその体内記憶っていう言葉も少しずつよく聞くようになってきたんですけれども、ひかりちゃんもそうであったということで、長男さんご自身はどうだったんですかね、そういった記憶という。あ、そうですね、私も物心ついた頃から、母親のことを空から見てたりですとか、兄弟になるっていうことを決めてきたりっていうのはいろいろあったんですよね。でそれは、でも普通だと思ってたっていうか、もうご自身の中では当たり前で普通だったからこそ、今更、なんて言うんでしょう、その他の人との違いみたいなものに気づかずずっといたというか。そうですね、みんなも当然あると思ってたってことですね。思ってたんですけれども。そうなんですね。これはもう例外なく結構多くの方が共通するところで、そういう記憶ってもともとあったみたいな。
思うんですかね、うん、やっぱり年齢が下の子3歳児でしたら、はい、なんか全体の 40% ぐらいが覚えてるそうなんですよね。そうなんですね。じゃあだんだんいろんな価値観とか教育の中で忘れていってしまってっていうことで、そうみたいですね。なるほどですね。実際にですね、やっぱりこのひかりちゃんですかね、はい、はい、ひかりちゃんの発言とか言われた言葉とか、まあ、その生活の中でなんか救われた経験というのがいくつかあったと思うんですけれどもなんかそういったエピソードをいくつか聞かせていただいてもよろしいですか。そうですね、はい、いろいろと、まあ、言ってくれる的をつくことは多いんですけれども、はいはいはい、まあ、本書にもね書かせてもらったんですけれども、はい、私は結構一人で何でもやってしまうタイプで、はい、弱音を吐かないっていう、ところがあって、でも光が本当にママね本当は助けてほしいって言いたいんだよねって、でもそんなこと言ったらもう全部ね今までやってきたことがねなくなっちゃうと思ってね、負けちゃうと思ってるんだよねって、だからね私がねいっぱい人との接し方とか甘え方を教えてるんだよっていうふうに言ってくれるんですよね。そうですね、まあ、結構今ねご覧になられてる方も共通する方いらっしゃるんじゃないかなと、やっぱり頑張り屋さんだったりとか ね、 そうですね、人にちょっと甘えられなかったりとかする方も結構多いと思うんですけれども、まあ、お子さん自身が自分のその経験を通じてその目の前で見せてくれてるっていうことですね。そうですね、はい、結構甘えん坊だったりとか、うん、感情表現豊かなんですよね。で人が大好きで初めての人のところでも結構こうとことこ行ってこう一緒に遊んじゃうような子なんですよ、うちの子は。だから私としてはすごいびっくりなんですよね。あ、なるほどね。長男さんご自身はどちらかというとそういうのは苦手な方なんですか。苦手ですね。あ、なるほど。そのじゃあやり方、甘え方とか、うん、そのね、弱音の吐き方みたいなものを、まあ、もうひかりちゃんが見せてくれて教えてくれてるっていうことなんですね。はい、これは甘えとかっていうことに限らず、うん、まあ、例えばいろんなことをね教えてくれてるっていうことなんですよね。そうですね、はい、やっぱり私もこう学校行くのが嫌だっていう時もあったりとか、うん、人付き合いでかなりねこうトラブルがあった方なんですけれども、はいはい、そうすると、はい、こうやっぱり自分私自身がそこをまだ握っていると彼女がある日突然そういうことを見せるんですよね。保育園に急に来たくないっていうふうに言い出して、でこうよくあるね子育て本とか、まあ、はい、そういう、まあ、私もいろんなことをやってみたんですけれども、はい、結局それを、まあ、2、3週間やっても彼女はなかなかね言ってくれなかったんですよね、はい、でひょっとしてこれって私自身がまだそこにつまずいてるんじゃないかってこうふっと思ったんですよ、はい、で自分のまあこの学校行くのが嫌だったとかまだ人に嫌われてるんだとかそういうものをちょっとこう自分で分かっていってこう癒すというかそんな難しいことじゃないんだけれども自分で分かっていってあげてちゃんと居場所を作ってあげたんですよね。そしたら翌日から彼女はパーッと保育園に行けるようになったんです。その大切なことに気づかせてもらうためにね、お子さんがそう見せてくれてるっていうか、そうですね、行動で示してくれてるというですよね、ママがこう、はい、まだ持っている傷だったりとか一人でこう悲しくて泣いてるものを、はい、なんか子供って一人じゃないよってそばにいてね一緒にね歩いていこうっていうふうにこういつでも手を引っ張ってってくれるんだなって思うんですよね。そんな存在だからこそちっちゃな神様というね、ことの今回タイトルだとは思うんですけれども、やはりですね今ねご覧いただいてる方も共通する、ね、方もすごく多いんじゃないかなって思いますし、やっぱりお子さんいらっしゃる方って多いと思いますので、特に女性の、ね、方とかすごく必見なんじゃないかなと思います。でやはりその、ね、ここにも書いてあるんですけど本当はね子供がママの才能を引き出すというかね、やはりそのママの足りないところとか苦手なところを克服するために子供っていう存在が神様として現れるということが書かれてるんですけれども、これは例外なく他の皆さんにも言えることなんですかね。いやもう本当に何組も接してきましたけれども、はい、ほとんど子供の問題って言って皆さん来るんですけれども、はい、帰っていく時にはやっぱり私でしたっていうふうにして帰られるんですよね。でいくら子どもの方を何とかしようとしても なかなかそれって難しくて、やっぱママの気持ちだったりママがこう自分を取り戻していくと子どもが本来の自分にこう戻っていくので問題がこう改善することはたくさんありますよね。子どもの問題と思って子ども子どもと言っていろんなね子どものためになるような本を学んだりいろいろね、でも結局自分の問題だってことに気づいて そうですね、それが投影して子どもに、ね、言っているということなんですね。
なるほどですね。きっとご覧になっている皆さんもですね、なんかズキンと、ね、自分のことのようにですね、まあ、心に刺さる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今回ですね、こちらの子供ママのちっちゃな神様、こちらの本、どんな方に読んでもらいたい、そういうメッセージがお聞きしたいんですけれども、はい、あのやっぱり子育て中のママさんだったりとか、はい、あと攻め癖のある方、はい、あの子育てしてるとなんかこう子供にねちゃんと接することができないとか、また怒っちゃったとか、たくさんたくさんこう本当は自分のことを責めてるんですよね。うん、そうやってこう無意識に責めちゃってる方、あとはあの結構こう異色があの、うん、多いので、まあ、そういうことが好きな方にも、スピリチュアルが好きな方も、はい、いいかなと思います。なるほどですね、はい、やはりですね、私も読ませていただいたんですけれども、そのスピリチュアル的なね、やっぱり心の取り扱い方というか、自分の心の持ち方ということをベースにしたスピリチュアルメソッドで子育ての本ということでですね、はい、子育てとしてもすごく本当にね、学びも深いですし、先ほどね、長男さんのおっしゃってた、結局自分自身の問題に気づけるっていうね、うん、そういったところにも、本当お子さんだけじゃなくて自分自身の心の癖だったりとか、うん、生きづらさっていうものを解決してくれる本なんじゃないかなって思います。そうですね。はい。ということで、今回ね、はい、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけれども、こちらで終了とさせていただきたいと思います。はい。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。